はい、どうもさん、こんにちは、のーです。今回なんですが、公式サイトがですね、いろいろと更新されてましたので、まあ、いろいろとね、次の環境などについて話していきたいと思います。はい。いやー、これね、見ました、皆さん。オンラインバトルロビー、期間限定イベント、目指せ全国制覇、エリア制覇バトルっていうのが始まるらしいんですけど、まあ、バトスタのイベントバトルですね。はい。これさ、コスチューム、女サイヤのコスチューム取れるんですけど、レッドリボン軍94番兵コスチューム。ああ、あれか。ピッコロが、あれだよね、変装してた時のやつだよね、多分。おい、94番、お前は新位だろとか言ってさ、いえ、俺にやらせてくださいとか言ってね、ピッコロが言うんだよね。あの、偵察じゃなくて、あの、誘拐、ファンの誘拐の時に。いやー、いいっすね。サイヤ女なんだ、これ。へえ。なんか、偵察とか誘拐しそうな、ねえ、あ、顔ぶれじゃないけどね、女の子。どちらかっていうと、フリアバとかさ、じゃないんだね。9月16日から10月23日、1ヶ月間で開催されますと。はい。で、エリア別に分かれてて、所属エリアの分類はこちら。はい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 。戦えたエリアの相手を選択しよう。まあ、同じエリアのところは避けた方がいいとか、そんな感じ？はい、なんかちょっといつもと違いますね。関東 B 制覇おめでとう。全エリアを制覇すると、グーケのブーンすげえ。はい、おお、すげえ。1回目で経験値プラス5000。でかいですね。で、2回目で勝利メダルプラス10枚、モーションスタンプ、カメハメハ、勝利メダルプラス20枚とかあるんですけど、そうですね。育てたいアバターで1回目、とりあえずやっちゃえば、経験値5000もらえるんで、でかいよね、5000。はい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 。あ、やっぱりサイヤ人女限定なんだね。で、ここにも経験値があったりとかするんですけど、まあ、いつもと同じですね、ここら辺は。あ、で、未制覇のエリアの、プリアとバトルして勝利するとプラス2枚とか、まあ、いろいろあるみたいですね。まあ、普通にメダル集めていって、行って、報酬とまあ交換するんですけど、今回の目玉がありまして、まあ、サヤ人女使いだったらこれですよね。レッドリボン軍の94番兵士コスチューム。まあ、なんでサヤ女なのかちょっとわかんないけど、あ、すごいこれ、初回でプラス5000はでかいな。なんかいつもだったらね、これ2回目のこっちの方でプラス5000だったと思うんですけど、今回初回なんですね。で、レーダーが、レーダーはいいかな。どちらかというとドギドギの羽が欲しいかな。あれ、取ってないからさ。もう忘れてたよね。いつの間にか終わってるっていう。で、今回の目玉がこちら、戦闘力撃沈アプリ。3ラウンド目、ラウンド開始時、敵チームエナジーマイナス2、このラウンドの敵チーム全員の小手戦と、記録職の戦闘力上昇率を無効にするなんですけど、ですね、まあ、このアプリの良さとしては、相手の気力が枯渇しているタイミングでこれを使った場合、ほとんどもう敵の戦闘力がまあ出ないと、ね、戦闘力倍率もなければ、小手戦も封じるということなので、記録ゲージが本当に、ゼロに近い状態でこれを使うとマジで1000すら出ない。で、下手にまあ7000制限打つよりもこれで使って先行取るっていう方が、ね、シナリオ的に先行取りやすかったりするんですけど、まあそれはやっぱり相手の気力量に応じるので、必然的にね、気力を下げるカードが強くなってくるので、やはりスーパーイーシンロンみたいな3ラウンドの気力超ダウンとか、まあ、ゴアスだったりとか、あと何がいるかな、まあ優勝いただきでもいいと思うんですよね。そこら辺で記録をいっぱい減らしといて、これを使えば相手の戦闘力を封殺、まあこのアプリの名前にふさわしいね、戦闘力を撃沈させることができますし、エナジー2破壊も何気にまあいいのかなっていうところで意外と強い。まあ必須かと言われると、まあ必須レベルでもないかな。なんか結局さ、記録消費の戦闘力上昇率を無効にするっていうところが、まあ、敵の戦闘力を1倍に戻すっていうことなんですけど、それすなわち戦闘力が例えば錬磨とかで8倍になってたとしても、それをまあ1倍に戻せますよっていうね。まあ結局その戦闘力普通に出せるんですよ、記録さえあれば。なので、そこに関してはサルサ BM3 弾のサルサみたいな
感じで、まあ、とにかく戦闘力の、ね、倍率効果を抑えられますと。で、固定戦闘力はまあ今の環境だと、ナメックアバターですね。あ、ナメックアバターじゃないや、黒衣のナメック戦士ですね。まあ、あいつが猛威を振るってますので、あいつにさせるし、エナジー2破壊もまあ黒衣ナメックがね、エナジー上げてくるし、そこら辺にさせるのかなっていう。ところで結構まあいいんですけど、まあ自分だったら、そうですね、そんなに必要とはしないかな。まあ1個は絶対欲しいんですけど、まあ頑張って厳選するまでもないかなって感じですね。今回のさ、宝箱アプリあったじゃないですか。あれ、久々に厳選したんですけど、あそこまでの性能じゃないので、まあ、1個はとりあえず取ろうねっていう感じ。だからさ、これ30枚だね。30枚集めればとりあえず1個ね、これ絶対もらえるんで。で、1個とりあえず入れとけばさ、振り直しができるんですよね。で、振り直しのいいところが、やっぱりその1段中に3回まで、ね、振り直せるっていうところで、多分次もできると思うんだけど、ステータス、ね、例えばこのね、戦闘力撃沈アプリのステが悪かったとしてもね、それをもう1回そのランダムで振り直すことができると。で、自分もそれやって、宝箱アプリ HP200 しかなかったんですけど、700まで、ね、上乗せできたので、あ、やったーって感じだったんだけど、完全にこう、運にはなるけどね。まあ、あれができるんだったらね、まあ、低いアプリのステータス、今って振り直せますので、まあまあまあ、厳選してね、700、800の HP ついてるやつ取るのが、まあ一番正解であるんですけど、やはりお金がすごいかかってしまうというところで、お金は大事ですよね。すごい当たり前のことを言うんですけど、源泉ってその何万円何十万円使えるじゃないですか。で、別に使ってもいいんだよ。使ってもいいんだけど、単純にさ、天秤にかけた時にね、まあこんな話いらないか この話いらないな まあそこまで頑張ってね、選ばなくてもいいんじゃないとは思うので、とりあえず入れとけば振り直せるよっていうことです。はい。それで自分みたいに体力ブワーってね、増えたりするので。はい、まあそこの考え方は人それぞれですよね。以上かな。バトスポロード、制覇アプリのなんか、上位互換じゃないけど、まあ3ラウンドバージョンみたいな感じか。あれ、バトスポロード制覇もさ、なんかそんな感じだったよね。2ラウンド目固定戦無効の戦闘力上昇率無効となんか持ってたよね。まああんな感じなのかな。はい。で、このアプリ伴って、まあ、ちょっと強くなるカードがありまして、やはりね、固定戦闘力無効、まあ、アイオスでいいじゃんって思うかもしれないけど、アイオスもやっぱり条件がついてるじゃないですか。あー、また動かねえよ、これ、ほんと。これ画面録画するとすげえ遅いんだよな。あー、来た。すんごい遅いのね、これね。もう、ノロ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 、ほんとに。で、ね、固定戦闘力無効もやっぱり条件がね、非常につきますので、その条件とかを一切抜きにした、ね、このアプリ、固定戦闘力無効のアプリ、まあ、結構いいじゃんっていうので、こういうカードが、輝きますね。はい。破壊をスーパー EC の。サポートにするとラウンド終了時敵全の記録を超ダウンし、チャージインパクトスピード永続で超迫する1回限りっていう効果なんですけど、まあ強いですよね。このカードは、BM 弾の、まあ、後期に、主にね、2キルで使われていたカードなんですけど、まあ、最近はなんかすごいめっきり減っちゃったんですが、次の弾って結構いいんじゃないって思いました。はい。ダークドラゴンを持ってまして、カードアクションをかぶりづらいというところも非常にいいんですけど、まあ、チャージも早くして気力超ダウンに当たるので、まあ、これプラスさっきのアプリ使えばね、ほぼ確実に3ラウンド目で先行を取りに行けるっていうところなんですよね。で、ご飯ビーストも次の段でね、強いし、あいつも気力超ダウンじゃんって思うかもしんないけど、あれ結構条件あるんですよ、ご飯ビーストって。結構条件がありまして、弱点が多いんですよね、これか。はい。これね、まずダメージ、与えたダメージが少ないほど効果アップなので、もちろん多かった場合はね、超ダウンになりません。で、さらに言うと、ブロックバーストにめちゃめちゃ弱いです。はい。これ2ラウンド目でブロックバーストされちゃうと、
3ラウンド先行のプラン崩れちゃうので、やはりそれを考えた時に破壊を EC のだったり、まあ、ゴアスだよね。であとはユニバースミッションの7段アルティメットレアのスーパー E 神論、まあ、これまたね E 神論関係になっちゃうんですけど、こちらね、はい、ここら辺のカードが、輝いてきます。で、まあ、流行るかどうか正直言って分かんないです、うん、やっぱ環境になってみないと分かんないですけど、まあ、あのアプリ代償というのはここら辺かなって思いました。でですよ、でですよ、でですよ、このカードさらに対策できるものがあります。はい、それが何かというと、これ皆さん大好き、はい、宇宙ジュパワーです。ドン、宇宙ジュパワー来ました。はい、闇を払う宇宙ジュの力、いやこれですね、ラウンド開始時に自分と気力がピンチになっている仲間全員の気力を大幅に回復できますので、まあ2本回復できるわけですよ。でまあ、さっきのね言ったカードたちがもしも流行るようであれば、やはりこの悟空が注目されるでしょう。はい、こいつはねレートも安定しているし、未だに BM12 段から出て、まあ、環境トップ、まあ、退いたことはほぼないですよね。で次の段で言うと、まあ、ビーストの影響で流星悟空は圧倒的に環境から減ります。うん、これはもう断言できるけど、ビーストのやっぱり影響で減るんですよ流星が。でこの悟空、宇宙ジュパワー悟空はやはり流星悟空がいたから使いづらかっただけであって、まあ今でも強いですけど、あいつが消えることによって抜群に機動性が上がるんですよ。ってなるとやはり宇宙ジュパワー次の段でもめちゃくちゃ強いです。で何気に多いバーダック軍団への対策でもこれねカメハメハ持ってますので、復活がまあまくれちゃうというところだったりとか、パワーも高いしパワー上がっていくしで、非常に火力も出せる、うん、こいつは本当に優秀だね。なんか最初この BM12 弾出た時にこの悟空見て、あれこれそんなに強くないなって本当思ったんだよ、パッと見でね、うん、あただの固定ダメージアップだなと思ったんだけど、蓋を開けてみたらというかね、使ってみたらうわ強えっていう、そんな感じの印象ですね宇宙ジュパワー。はい、イラストも何気好きかな、これなんかすげえシンプルなんだけどめっちゃかっこよくね、この立ち姿、ファイナルエクスプロージョンみたいな、なんかこのさシンプルなね立ち姿いいっすよね。はい、まあそんな感じ、宇宙ジュパワーがまあなんだかんだ強いです。で次なんで落ちるのかなって思ったのはこいつ、はい、ゴジゼのこれね、ご飯ビーストの完全介護官になっちゃいました。はい、まあ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 好きなんだけどね、正直このカードも好きなんだけど、まあちょっと見劣りしちゃうかなっていう感じだよね。はい、まあとりあえず強くなるカードとしてもそこら辺かな。おさらいとしてはまあね、E 神論、まあ E 神論系列、あそこら辺が注目はされるんだけど、結局宇宙ジュパワーが安定だよねっていう、はい、そういう話です。ほんとこいつはね、流星がやっぱり減ることによって固定がさせるようになりますので、やはりねこいつを止めるのも難しいし、ゴレンいるじゃないですか、固定ダメージ無効のゴレン、あいつが何かと癖がある、固定無効にするにも何かとねこう癖があるんですよこいつね。うん、なんていうかさ、パワーが自分より低くないと、まあ、いけないっていう点で、宇宙中パワーよりもねこのゴレン、まあ、ゴレンというか、まあ、ジレン、こいつがパワー上回らないといけないんだけど、それって意外と難しくて、でその理由があるんだけど、宇宙ジパワーの方がね、パワーアップのタイミングが早いんですよ。これジレンってさ、あくまでも攻撃時にしかパワー上がらないじゃん。ね、2倍になると思うんだけど、攻撃時にしか上がらないんですよ。で、宇宙ジパワーってラウンド開始時に上がるので、あいつの方が先にパワー上げるんですよね。で、そうなった場合、このジレンの固定ダメージ無効、これここだね、ここ自分よりパワーが低い敵アタッカー勢の固定ダメージ無効にするっていう効果が作戦決定時なんで、宇宙時パワーのね後に発動するわけですよね。つまり上回る、こいつがね宇宙時のパワーを上回るっていうのはちょっと難しいわけですよ。でさらに言うと、このジレンにね、例えばだけどキーソードロック10万ダウンのキーソードロックした時点でもう固定ダメージ無効のアビリティは本当に無意味みたいな感じじゃないですか。なので対策が難しいんですよね。うん、
だから個人的に絶対的に次の段強いなって思うのは、宇宙パワー悟空だね。はい、これはね、かなり断言できると思うんだけど、シークレットレアの性能次第では分かんないです。はい、もしシクレでね、固定ダメージを本当無条件に近いレベルで無効化してきたり、なんかね、わけわかんない性能できたら、固定ダメージ系のカードが軒並み死んでったりとか、まあそういうこともあるとは思いますけども、まあ現状はそんな感じかな。はい。ということで、待って、もうちょっとだけ語っとくか。まあこんな感じあるわけですよね、次のカードはね。で、まあ、今回注目したのがこのビーストに当たるわけなんですけど、まあ、その他にもやはりね、黒衣の戦士スーパーサイジン3とか、これは転身のチャンスを無効化して、なおかつ極炎無効のパワー2倍なんで、まあ、ぶっ壊れです。はい、これは今までの極炎消しの中で多分最先端、まあ、最上位、極炎消し最上位みたいな感じの性能をしてまして、まあどういうことかっていうと、転身のチャンスってさ、パワー100未満、ガード100未満のどちらかのね、仲間がいた場合ね、技封じとステータス5000ダウンをね、かけてくると思うんですが、黒衣の戦士ね、下げちゃえば、敵のパワー1000にするので、転身のチャンスの発動条件を無効化することができて、アビリティが発動しないと。で、そこで転身対策になるんですが、さらにね、このラウンドの自分チーム全員のダメージ倍増効果を無効にできるので、まあ、極炎のゴッドメテオとかのね、効果を軒並み消せます。で、パワー2倍もついてるんですよ。なぜか知んないけどね。だからぶっ壊れなんですよ、これ。だ、黒衣とビーストが多分次の段はもう最強レベルかな。まあ、ランクつけるとしたら間違いなく、まあ、ゴッドランクとか S ランクぐらいの性能はしてます、この時点で。で、セルマックス SH も、まあ、面白い性能しますよね。これ、受けるダメージ最大3倍。で、さらに記録ダウンがついてたりとか、パワー10万上がったりとかも強いんですけども、これの影響でね、前回の動画で言ったようにね、孫悟飯青年期、まあ、ダメージ倍増効果じゃなくて、軽減効果を、ね、無効化できますよっていうカードが、一応対策として挙げられるので、まあ、あいつが流行れば、ね、セルマックスはもう、何も意味ないですけど、逆にセルマックス流行んなかったらご飯意味ないんですよ。結論から言うとそうなんですよ。だからなんか、どっこいどっこいなんですよね。セルマックスと、ね、BM4 段のご飯青年期ってどっこいどっこいで、まあどうなんだろうなっていう感じ。どちらかというと多分セルの方がね、多くなります。だってご飯ってセルいないとあんま意味ないから。いう感じかな。あと、ちょいちょいね、ナメック戦士とか、結構強いカードいるんですよ。ベジータもね、割かし、効果アップ次第では強いんじゃねって思うしさ、これね。まあ、あとは、このセルマックスがエナジー破壊持ってるんで、まあ、グレンベジータがまた注目されるのかなとか、そんな感じかな。はい。ということでね、まあ、結構予測は立てられますよね。まあね、自分も結構ヒーローズ大好きなんで、バトスタとかにね、関する知識だったらね、たくさん提供できると思いますので、これからもね、ちょっと公式サイト更新された時には、こういう動画撮っていきたいなと思います。はい、まあ、持てる限りの知識はこう提供していきたいと思ってるんで、うちのチャンネルはね、まあ見た人にやっぱりこうね、損をさせないというか、得をしてほしいんですよ。ああ、よかった、この動画見といてよかったとか、ああ、確かにそうだなって言ってさ、例えば事前にカード買っといて、それがね、高騰したりとか、持っといてよかったなって、もうこれで勝てたから持っといてよかったなとか、そういう感じでね、思ってほしいので、はい。まあ、そんな感じです。ということで、ビッグバンミッションの、4段、あ、う、ウル、ウルトラホットミッションの、4段が9月15日稼働予定なんでね、まあ、来週、いよいよ、稼働します。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。